はい、3569回始めます2024年10月26日土曜日入ったところです、はい、ほんと今日は詐欺ばっかりやってるんだけどいやーこれ詐欺かな詐欺というより詐欺だな嘘つきこれはね身内の嘘つきだねいやー赤の他人に騙されんのもあれだけど身内に騙されんのもきついよねこれ本当にもうだから身内も信用できないってやつですようん えー、3569回娘にお金を騙し取られたねということで娘、えー、41歳とその知人の男あ悪い男がバックにいるんだよね大体こういう場合は、ね、娘41歳とその知人の男46歳を詐欺の疑いなどで逮捕、うん、名刺の手作り感で詐欺に気づくっていうことで。 ね、母親64歳に嘘をつき現金390万円を騙し取るということで母親が娘に現金を騙し取られましたということでその娘の後ろにはおそらくね悪い男ねこれ46歳がついてるってことですよ知人の男ねはい中国放送事業所が火災になりね3人に賠償金が発生しているなどと嘘を言ってね64歳の母親から えー、390万円騙し取ったなどとして広島県警は22日、えー、その娘41歳と、ね、46歳の男を逮捕しししたたと発表しました、ねえー、逮捕されたのは無職、えー、広島市安佐南区に住む無職の女41歳と広島市西区に住む自称修了施設作業員就労施設作業員の男46歳ですと。 ねえこれまあ娘41歳ね無職の女41歳ねがこの女のお母さんね64歳のお母さんを結果的に騙すことになったとでバックにいたのがこの多分46歳の男ですよね悪知恵を吹き込んで警察によると2人はこの7月からん7月うん21日から翌日までの間翌日までの間って え一晩の話か、うん、ね女が勤務していた会社の代表取締役に男が成りすましねあのー、女のねその母親にね事業所が火災になって3人に賠償金が発生しているとうんぬんかんぬん言って、うん、火災になったからっていうことでね自分が勤めてるのは会社がねそんで火災になったからどうのこうのって言って全部今日全部払った。 賠償金が発生して他の2人は今日全額払ってると、うんね、とかなんとか言ってうん、嘘を言って母親から現金390万円騙し取った疑いがあると、ねまあ、とにかく火災,の火災が起きたから私お金が必要なんだってことだね,、うんねえー、警察の調べに対して2人は間違いありませんと容疑を認めてるとこの母親何で気づいたか。 男が手渡したね、この代表取締役、うん、娘が勤めていたっていう会社の代表取締役を演じていたこの男の作った名刺の手作り感、し <laughs> みに思って、<laughs> 名刺がちょっとしょぼかったと、うん、その名刺がしょ,ぼったしょぼかったから、まあ、会社に電話してみたと、そ、うん、したら会社で火災なんか起きて、起こっていないってことが分かってね、お金にお金あ娘にお金騙し取られたと、言って警察に届けてたっていうことだね、本当に。 いや本当の実,名実在する会社で火災が起こったって嘘ついてたんだね。ま、う、ま、ん、まあまあまあと、まあはい、いうことでまあ悪い男に娘が引っかかったっていうことだよで娘が騙されて、ね、お母ちゃんどうも300万とか400万ぐらいあるというのを分かっててやったんでしょうこれおそらくね、はい、いやー今日も散々詐欺やったけど最後は身内か身内からも騙されるっていうことね。 まあ、ねうん、だどうせだまされんなら身内から騙されたいとも思うけどでも身内から騙されんのもまたこれきついものがあるねこれね。うんはい、私のね親戚でねそういえばねあのもう亡くなってると思うんだけど10年20年30年ぐらい前の話かな30年ぐらい前だけどお金持ちがいてね私の親戚あんまりお金持ちいないんだけど一 <laughs> 人だけなり、うん、金、ね、土地なり金。 ね、あの地主の人でねあのうかった人いるんだけどね親,親族でそこのおじいちゃん、うんあのまあ、地主だからおじいちゃんね男で95とか100ぐらいまで生きてたのかなその当時、うん、もう死んでると思うけどさすがにあの頭のもうしっかりしててねボケてなくてね,、うん、ねお金持ちよ、うん、やっぱお金しか信用できないみたいな感じでね 寝る時に、ね、枕,枕元にね貯金通帳とかあの預金証書とかね毎晩枕元に置いて寝てる人いたね、うん、本当に身内すら信用できないみたいな感じでまあこれ酒飲み話でねよくしゃべってたけどそういう人いるのよでもまあそれぐらいでいいのかもわかんないね本当にもう誰も信じられないよこうなってくると今日おしこんな詐欺師うん。 だけ選んでるわけじゃないんだけど続いたねメルカリあったでしょ結婚詐欺あったでしょこの身内の広島の身内娘に騙されたとなのあったでしょあとエクシーあったでしょ9000人から850億円あったしはいということで詐欺師だらけですよ本当とねえいや本当にこれや大変なのよ詐欺ってんうんなくならないから。 うん、なくならないというか伝染していくかそして、うん、それで美味しいから、うん、もうね100万500万なんての食べるの大変じゃないですか、うん、これ詐欺は一瞬だからねうん本当に美味しいのよ詐欺っていうのは、うん、あの奪い取るだけだから右から左に、うん、あの移動させるだけだからお金を、うん、詐欺は美味しいのよだからこれねやっちゃった人は味しめちゃって一瞬抜け出せなくなるのよ、うん あの汗かいたりしてさ体力使ったりしてさあの人間関係が嫌になっちゃったりするような普通にね月給30万とか20万とかで働く仕事ってできなくなっちゃうの詐欺なんかやっちゃうとうんもう人間終わりこういう人はうん一生うんあの,あの,あの騙し続けるしかないっていうね悲しい種族よほん本当に嘘つきや泥棒の始まりって言ったもんだけどね嘘はつかない方がいいよ本当にうん。 日本ぐらいね嘘つき少ない国は、まあ、なかったけど今もう日本も嘘つきだらけになっちゃったねうんあの、まあ、外国行くとね嘘つきだらけよ本当にもう誰を信用していいか分かんないぐらい嘘つきしかいないから外国は本当にに、ね、日本もそうなってきましたね、はい、終わりたいと思いますチャンネル登録高評価お願いします失礼します